はい、着きました。ここの3階ですね。エーペックスさんに来ました。実は知ってる人もいるかもしれないんですけど、あのワンフェスにも実は出展をされておりましたですよね。ね、ワンフェスしてましたということで、あの美少女フィギュアとかをあのめちゃくちゃ可愛いの作られてるところですね。うん、初めて、ここも初めて行かせてもらうから、ちょっと美少女フィギュア好きな方は結構激アツかもしれないと。なんかアズールレーンとかのやつも作ってたはず、確か。ということで今から行きたいと思います。いいね。1軒目はインフィニティスタジオで、もうあのリアル系の超かっこいい系のリアル系のフィギュアを見て、次はもうなんていうのかな、ザ・フィギュア、かわいい系っていう感じでね。この温度差がどっちも私は好きだから楽しい。行きましょうか。あ、もう行っていいのかな。はいはい、撮った撮りました。撮った。はい、ちゃんとみんなに説明をしましたから。あとはちょっと待ちで。あ、待ちね。はい、暑いよ、ちなみにここも今日は暑いよ。綺麗な、なんか綺麗ですね、全部。ちなみにここは、ここでそのフィギュアを、なんだっけ、量産をしてる工場ではなくて、あくまでオフィスですね、ここはね。エーペックスさん。読み方合ってるよね、エーペックスで。うん。なんかツイッターとかもやられてるから、気になった方は、あの、多分 X か、X の方とかで見ていただいたら、情報が追えるんじゃないかなと思います。はい。入らせてもらって、ここがエントランスです。入り口入ってきて、ここに飾ってる感じなんだけど、あ、例えばこの製品を日本で売る場合は、うん、日本用の日本側 の、 あの協力先の許可を取る必要もある。うん、だからあくまで今中国国内限定の。綺麗だな。どうですか。いや、めちゃくちゃ綺麗。これがね、全部これ可動なんだよね。可動フィギュア、ね、可動いいよ。可動ちょっと今興味あるから。あ、なんかこれ欲しいな。スケルトンのやつ。このスケルトンめっちゃ可愛いんだけど。グレーのやつも。グレー、グレー、うん、あ、本当だ、倒れてるけど。あの、この黒いやつのスケルトン欲しい。あ、これ可愛い。これいいかもね。うん、普通におしゃれだし、うん、動かすのもいいよね。うん、資料としてもちょっとおしゃれに飾れる。下もかわいい、ね、これ、ほら、少し軸にいるアスナが積もってるやつなんだよね。あ、確かにね。そう、一回動画で取り上げたやつ、ね、うん、これ、はい、ほら取り上げました。これは何を私したかっていうと、うん、アイルペイントしてリアル化したやつで。そうそうそう、ちょっとリアル化の顔にしますってやつやって。懐かしい、これかわいい。これだったんだって。これかわいい、ほんとだ。これ超好きかも。竜かわいいね。ドラゴン、中国、めっちゃ中国って感じする。オリキャラなのかな、これ。もうごめん、ゲームみたいな。あ、これ、すごいな、これ。あ、なんかフィギュアよりもね、装備の方がお金かかりそう。確かに。顔もいいね。あ、顔も可愛い、すごく。美術強い。この子もめっちゃ美術可愛くない。美術強い。ほら。可愛い。これは、なんだっけ、ボルチモアじゃなくて。なんかそんな感じだった気がする。あれ、これ、あれ、でもこれ。ちょっとちゃんと映してください。そうそうそう。そうそう。あ、めっちゃ可愛い。あ、この体好きだな。ちょっと赤みが強いからね、これね。こっち、こっち。あの、シャドウの色、うん、なんか奥のやつに比べると、ちょっと赤み強くなる。塗り方がちょっと違うね。うん。こっちは。肌の色がちょっと違う。そうだね。こっちは全体的になんか、うん、なんか赤みあるオレンジっぽいやつが吹いてる。うん、でもそういうところもなんかいいね。うん、答えによって。ちょっと違う感じが。こっちとは結構色白系です。これめっちゃ色白系、はい、なんかほぼ一色みたいな感じの、うん、そうだね。あれ、これさ、あれじゃん、ロールのさ、ロールのキャラか。これチェックしてたやつ。あ、でもあれ、あれ、こっちもロールのキャラで、右のやつも。あ、ほんとだ、うん、ここか。これどんな、
装備のクオリティすごいね。これも装備ってわけじゃないだろうけどさ、尻尾だけどさ、これすごい重いのかな。重そうだね。重いのかね。うん、重そう。うん。こういった製品は日本で普通に売れてます。かわいい。こっちのエペックスの製品。店頭ではあまり見かけない。うん、なんかネットで見る感じですよね。あ、僕らも最近そんなにこうショップ周りとかはしてないんですけど。多分知らない人。うん。ゲームって何ですか。え、かっこよくない？とっても。FPS の方。これ装備すごいよね。これすごい。うん。こっちもこっちもこれかわいい。ジョジョが、うん、これあの先々週末のビリビリワードのというイベントの中に出した限定版です。これ、はいはいはい、限定バージョン。しこの子すごいかわいい。あ、そうだったんだ。そうなんだね。これだってこっちが限定版、通常、こっちはあの通常バージョン、通常、うん、これが限定バージョン。あ、かわいい。待って、これ塗装とかもね、すごいしっかりしてる。うん、塗装の質感もすごく綺麗。ほら、こういう色いいよね。荷物はね、あの会議室だって。意外とこういう塗装としたことないから、やってみてもいいかも。夏の夜とかで。あ、下でさ、荷物のとこ置いてみて。ちょっとサロンに来た。なんかもう、見えちゃうね。あら。あー、これは、かわいいぞ。ちょっとさ、角生えてるとさ、親近感を感じちゃうね。確かに。私は角井戸を作ってるからさ。確かに確かに。親近感あるね。かわいい。これなんかチビ系かわいいね。うん、チビ系かわいいね、いっぱいいる。ケンスラもいるし。こういうのかわいい、表情。これもかわいいね、なんか。これ、なんだろう、これ何のキャラなんだろう。これすごくかわいいんだけど。確かに、コンセプト勝ちしてる。これいいね、これね。うん。確かにさ、チビキャラめっちゃバリエーションたくさんあってさ。かわいい。いいよね。なんか全部ちゃんと違うんだよね、顔っていうか、うん、テイストっていうか。どれもかわいい。なんか参考になるかも、チビキャラ。うん。うん。確かに。そういうのも私作ってみたいからさ。うん。うん。ここら辺いいじゃん。これ多分ブヨブヨ動くんだよ。多分ブヨ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 って。ああ、スプリングでね。そう。これありだよね。こういうのもね。ありだね。うん。かわいい。